弾丸論破続きやっていきますってことでチャプター3に入っています。プレイ再開で、誰かになんかぐすん、おっと、刺激が高いね。刺激が高いって日本語合ってるのかな。刺激が強いね。朝比奈、泣いちゃダメって分かってるのに。でも、もうやだ。あ、喋ってた。まあ、もうみんな限界だよな。ここから出たいなんて思っちゃ。ここから出たいイコール殺人をすると。心の弱いモンド君がね、ああなっちゃったから。ドーナツ食べよう。そしたらきっと元気になるし。リングドーナツ、スイストドーナツ、アンドーナツ、ジェリードーナツ、マラサダ、サーターアンダギー、ドーナツの神様、私に素敵な出会いがありますように。めちゃくちゃドーナツ好きやん。ごめんなさい。夜時間のルールを破った私をどうぞお許しください。お、ドーナツを食べたくて食堂に行ったってこと？あ？なんだ？ガガガガガ、お、どうしたどうした？あ？お風呂場の方から聞こえてるみたいだけど。なんだ。でも怖いけど、でも誰かいますか。あ、なにこれ。え、藤崎かこれ。おい、なんだ。チャプター3、新世紀銀河伝説再び、装甲勇者を大地に立て。何言っとくかさっぱりわからん。二度目の学級裁判が終わった翌朝、いつものように食堂に集まり、いつもの朝食会がいつものように始まる。石丸大丈夫かはずだったが、朝比奈がいないと。集まりが悪いべ。深町と戸上が相変わらず欠席。ああ、そういうことか。そうか、死んでねえか、あいつら。深川はもう、殺人鬼が裏にいるから怖くないか。朝比奈葵殿も姿も見られません。朝比奈は腹痛らしい。今日は部屋で休んでいる。珍しいようですわね、いつも元気な彼女が。だから余計に心配だな。集まったのはこの7人だけ。そうみたいだね。やっぱこういう時こそ議長がビシッと締めてくんねえと。なあ、石丸。ダメか、兄弟がな。昨日の一件以来全く口を開いていない。一睡もしていないってことは、その顔色が物語っていた。やっぱり大和田くんのことか。仲の良かった大和田くんが藤崎くんを殺したという事実。しかもその大和田くんが目の前であんなことになって、やっぱりそれがショックで。それにしてもこの先どうなっちまうんですかね。出口も見つからず、助けも来ない状況で。言ってたらますます気がめいってきた。ここで仲良く暮らせばいいだけですわ。外の世界のことは忘れ、この生活を受け入れるんです。それが私たちの希望なのですから。そんなこんなところでずっと暮らせなんて。食料も医療も満たされている不自由のない生活、どこに不満があるのですか。逆にお聞きしますが、外の世界には他に何があるというのです。よろしいですか。強小差別、犠牲、暴力、社会が大きくなればなるほど、歪みもまた大きくなる。それならばいっそここの方が。外道天使、もちもちプリンセス。あ、ドリルやめぐちゃん、うさ耳アマゾネス、猫ガール犬ボーイ。猫ガール犬ボーイ、銀河王ジャスティスロボ。それにそれに、とにかくここには二次元がない。仕方がありません。欲望、そんなものを抱くから黒幕につけ込まれるのですよ。
まあとりあえずだな、石丸っちが荒れない以上、ここに、ここは年長者である俺が資金、お年長者、みんな高校生じゃないの？3年生ってこと？つうわけで今日はみんな揃って探索の日。そうじゃねえのか。だってよ、ほら学級裁判も終わったんだし。あ、なるほど、新たに行ける場所が増えてるはずか、うん、そういうことだべ。今度こそ手がかりが見つかるかもしんねえだろ。 では食事の後手分けして探索だ。セレスもそれでよいな。きっとこの暮らしをさらに豊かにしてくれる発見が私たちを待ってることでしょう。いや、手がかりを探しましょうって。とまともにかけていた話をぶち壊したのは遅れてきた彼女の存在だった。朝日中？呼ばれて飛び出して、あ、お前か。ジェノサイド。いやー、だからこいつは始末しといた方がいいんじゃないの？絶対厄介でしょ。呼んでない。しかもなんでフカワッチじゃなくてジェノサイダーなんだべ。この学校って素敵空間よね。私みたいな殺人鬼が堂々としてられるんだもん。だから遠慮なく羽を伸ばさせてもらうことにしたの。こそこそ隠れるのはやめ。それに私は戦わなければならないのよ。二重人格といえば古いドラマの安直な犯人設定。そんな二重人格に対する誤解を打破するために私は日夜戦わなきゃならねえんだよ。でもおめえ自身がそうだべ。ぐー、こいつがいなければ生存率が 10% 跳ね上がるのに。いや、それは間違いねえな。もっと声援を、確実に最高な私にもっと声援を。あー、いや、こいつマジで始末しといた方がいいぞ。腹が減っては何もできぬ。さっさと食べて探索始めよっか。はい、何が面白いかわからんけど。朝食。殺人鬼と共に、そんな貴重かつ迷惑な食事を済ませた後、僕らはすぐに探索に取り掛かることとなったと。お、探索パートか。じゃあ、なんかこっち入ってみるか。さすがに何も変わってないんじゃないか？変わってでないな。肉が並んでいる。包丁1個ない。うん、忘れられない、忘れるはずがない。ちょっと待ってよ。まあこの辺も一緒だよな。じゃあ新たに行けるようになった場所があるんじゃないかと。ということで、3階とかかな。だとしたら、あ、ここはまだ行けねえのか。倉庫も何もあれだな。あれ、じゃあここは？こっから。ああ、いや、絶対3階だと思うけどね。っていうか、こっちのさ、ここ。あ、ここがあれか。裁判場か。赤い扉って言ってたのが。ってことは、やっぱ3階だと思うんだけど、2階から、ここの階は何も変わりねえ。3階のシャッターの扉が開いていた。ってことは、ここだな。3階に行ってみよう。希望ヶ峰学園の3階。今度はこの3階が解放されたのか。ここには何があるんだ？まず教室が2つある。3年 B 組。金八先生。飽きた。ま、特に変わらんな、ここは。で、3年 A 組。うん。おっと、大神。やはり
心の窓も鉄板で閉じられている脱出は難しい。だが念のため我は他の場所の鉄板も調べておくことにしよう。はい。じゃあ教室がありの、ここは、娯楽室。娯楽室、おほほほほ。ギャンブル好きのセレス。休憩室、そんな教室があるなんてすごい。普通の学校では考えられません。オセロに将棋、ダースやビリヤード、それに見てください、雑誌類も充実している。素敵ですわ。退屈しのぎにはこと欠かせません。おっと、ピロリョロリン、補足があるニョロよ。ファッション、バイク、格闘技、ゲーム、野球、サッカー、パソコン、いろんな雑誌が揃ってるけどエロはないんだよ。学校だからね、カメラ雑誌のエロ気味のページで我慢してね。それでは、ここの雑誌は新しい号が出たら順次追加されていくのですか？それは無理だね。僕がそうしたくても雑誌そのものが、え？あ、おっと？外の世界がもう終了してんのか？今のモノクロさんの言葉やっぱ気になるよね。たまには雑誌を追加してもらった方が心での生活が充実するのですが残念です。うん。オセロ。オセロ。お、121個もあんな、そういえば。ビリヤード。これなんか手前。あ、ゆったりとしたテーブル。あとは、椅子だね。うん。で、雑誌。ここの雑誌棚にはいろいろなジャンルの雑誌が揃っているみたい。そしてダーツ。モノクマ用意したのか、最初からあるのか。はい。では外に出て、奥は美術室か。お、キリギリがいるじゃん。どうやら今度は3階が開放されていた。ざっと見たところ物理室や美術室などがあるよね、うん、特に物理室には何か巨大な機械があるけど、ほう、あ、奥か。そしたらまずは美術室を見ていこう。物理室でストーリー進みそうな感じはあるけど、おーおーおー、一応美術室。山田、これは充実した設備、アート精神をくすぐられますぞ。彫刻用技具、用器具。彫刻に興味ある。つまり二次元限定なんですが、フィギュアは別、ギリで二次元。ギリの意味わかんないけど特にチャランボさん、パンプキンヘッドさん、六本木三郎さんの作る作品には憧れてましてね。はいはいはい、うん、はい。一人足りないけど。何も分かってない。三天王では中途半端でしょうか。つまり席が一つ空いているのは僕のための席なのですはいわ、モノクマの彫刻あんじゃん。こんなもの誰が作ったんだよって感じだけどね。確かに奥に部屋がある。で、壁一面になんか貼られてるね。で、ヴィーナス像。それからこれのことか。これじゃない。あ、ないか。じゃあロッカー、ロッカーがある。中には何も入っていない。で、金剛像だっけ、仁王像。はい、じゃあ奥の部屋行きましょう。おー、倉庫。これが一番気になるね。
床に何か落ちてる写真みたいだけど。あ、これは死んだ三人か。ああ、しかも彼らは笑顔だった。なんだよこの写真。途端にいくつものクエスチョンマークが次々と頭の中に浮かんでいる。うん、なんでこの3人が一緒に写っている。なんでこんな笑顔。いつ撮った、誰が撮った、カメラは現像は。それに教室の窓、鉄板がない。撮られた場所って希望ヶ峰学園じゃない。モノクマ登場。ん？試案にくれる時間は終わりを告げた。もしかして見ちゃった、でもいい笑顔でしょ。エンジョイしてるっていうか青春の1ページってやつですかね。知ってんのかの写真のこと。答えません。どっちや、どっちだよ。突っ込むだけ無駄だった。怪しいね、いろいろと匂わせてくる。木魚、木魚じゃない、木づち、木づち、台車。あー、まあ以上か。どこにもモニターがあると。はい、倉庫出て、ここも用はないかな。最後、物理室か。で、4階の扉は、じゃない、シャッターは閉まっていると。はい、じゃあ物理室入ります。うわぁ。物理室ってさ、何？そもそもそんな名前の部屋なんてある？普通。さあ、苗木じゃない、石丸。何かの研究所。ああ、そっか、反応ないのか。これは、何の機械か、まったくわからんね。奥にも部屋があるか？実験で使うもの、滑車やプレート、磁石や見たことない機械が並んでいると。で、モニターがあります。で、センターのこれが一番気になるけど。モノクマ登場。危ない！なんだよ。時をかけちゃうの？時をかける？タイムマシン？ますますドラえもん。元希望ヶ峰学園生。タイムマシン、喋った。本当なのか、過去に戻れるのか。だったら僕を乗せてくれ。過去に戻ればそうすれば今度こそ兄弟を止められる。無理だよ、このタイムマシンで1分しか戻れない。カップラーメンを1分長めに放置したなんて場合は重宝すると思うけどね。1分、がっかりした。っていうか全部嘘なんだけど、タイムマシンなんてない。ない。え、本当は空気清浄機。あらゆる状況下で酸素を生み出せる優れもの、それさえあれば火星だって暮らせる。ほー、火星には住めないでしょうけど、お前らが美味しい空気をいただけるのはその機械のおかげなんだから。この機械のおかげ？わざわざ傷ついてる人間を追い詰めようとするようなこと言うなんて、クソ。なんか今のも怪しかったな。で、上は？監視カメラね。じゃあ奥の部屋。さあ、ここで何が起きる？ジェノサイダーがいる。落ち着くわ、和むわ。ホルマリンの匂いがたまらなく、そそる。疲れたい。最低な場所ってことか。なんですかい、これは。ホコリをかぶってるみたいだし、長いこと使われていない。ビニールシート。おー。こ
これは？おそらく過去の実験結果とか研究資料とか、その人のファイルはずらりと並んでいる。ここにもモニターがあります。あとは？監視カメラにが、監視カメラがある。じゃあここ以上か。ここももう何にもないよね。なんかあるか。これ見たっけ。ああ見たね。あ、待って。もうちょっとここを調べてみよう。石丸？え？あ、こんなとこになんかあんじゃん。これって、アニメ調のデザイン。あ、山田か。デジカメ。これを使えそう。後でみんなにも見せてみよう。それにしてもいくつか発見があったけど、手がかりどころか妙な発見ばっかりだったな。なんだか混乱してきたし、食堂でみんなに相談してみた方がいいかもな。一旦食堂に戻ろうかな。戻ります。あれ大丈夫か朝日な。慌てて彼女に声をかけようとしたものの、その声は遅れた食堂にやってきた僕、別の声によってかき消されてしまった。おっと、体調悪いんじゃなかった？はいはいはい、どうしたどうした。気まずそうな表情。もう大丈夫なのか。ドーナツ食べたら元気になってきた。好きだねドーナツ、うん、ですが腹痛だったじゃありません。それは腹痛のせいでお腹減っちゃったっていうか、ちょっと記憶が取り乱れてるみたい。金魚は自分の腹具合を顧みず、出された分だけの餌を食べると言いますが、朝日奈葵殿も大して変わりませんな。あんたにだけはやりたくないんですけど。だがこの二人なんか怪しいよな。山田と、なんかタイトル的にもそんな感じだったし。ごめん。つうかさ、あんた何よ。おっぱいでかくね。何それ、牛乳に相談した？貴様。とりあえずまずは、調査の報告会でもすっか。だろ石丸っち。だそうだべ。報告会ね。じゃあまずは仕切ってるお前からだな。トガミッチを見かけた。なぬ、どこだ、どこにいた。ちょ怖いって。どこにいた。図書室の本を大量に持って更衣室で読書し、更衣室でんなとこに隠れやがったか。逃がさねえぞ。ああすっ飛んでった。大丈夫かな。持っておきましょう。で、一応石丸にも話すけど何も言わんだろう。で、朝日な。あのさ。探索手伝えなかったけど、ちょっとした発見をした。またドーナツ絡みの発見じゃねえべな。ドーナツ絡みの発見ってどんなよ。保健室。だが。一階に保健室、開くようになっていた。プロテイン系あったか、サプリ系でもいいぞ。なかった。頭痛薬とか市販の医薬品ばっか。そうか。おお、医薬品。山田は ?3 階には美術室がありましたな。いろんな設備も充実していましたので、アニメキャラを制作し放題ですぞ。そうだそうだ、これを見つけたんだよ。デジタルカメラ。使えるんか？それは大丈夫みたい。どれどれ貸してみ？なんじゃこりゃ、おもちゃ並みの低スペックだべ。画像は5枚程度しか保存できねえし、セルフタイマーもついてねえぞ。それにしても妙なデザインですわね。なんでさ、その妙なアニメキャラは。何も分かってない。ほう、もちもちプリンセスのプリンセスブーコ。山田くん知ってんの？知ってるも何も、そのデジカメはアニメ化決定イベントのビンゴ大会で一等当てたもののみに与えられるという超レアもの。ほう。いや、お前のかい。どこにあった？物理室に置いてあった。初日に携帯とか一緒になくなって、どうして物理室にあったのか。
すっげえ汚れている。おお、汚されてしまった。もういらない。もういらねえの。でしたら私が預かってもよろしいですか。何かに使えるかもしれません。おお、うん、セレスか。はい。で、大神。3階を一通り見て回ったのだが、やはり教室や廊下の窓は鉄板で封じられていた。リアルな話、いい加減にしてほしいべ。俺の太陽と青空を返せっての。忘れましょう。無理だべ。小銭落としたみたく軽く言うなって。念のため、片っ端から鉄板を調べて回ったが、どれもこれも頑丈に打ち付けられてあった。やはり3階からの脱出も難しいようだ。そして、キリキリ。物理室があった。中央に見たことないほど巨大な機械、空気清浄機らしい。なんでそんなもんが、そんなに大きな空気清浄機なのか、なんだか意味不明だね。あれ、話せるのは以上な、セレスがいた。そうですわ、皆さんに朗報ですわよ。3階に娯楽室なる教室が存在しました。より一層充実すること間違いなし。オセロでも一緒にご一緒しましょう。一通り話終わった。聞いてくれる、ちょっと気になるものを見つけた。気になるもの。3階の美術倉庫で変な写真を見つけた。結局はモノクマに持ってかれちゃしまったんだけど。変な写真ってエッチいやつ。そういう変じゃなくて、その写真には桑田くんと大和田くんと藤崎くんが一緒に写っていた。どうして？あの3人が。しかも3人とも笑ってたんだ。あの3人が笑って写ってるなんて、そんな写真いつまで撮ったんでしょうね。しかもそれだけじゃない。その写真に写っていた教室の窓は鉄板がなかった。ではこの学園で撮った写真ではないと。ですがあの3人が学園に来る前から知り合いだったなんて話は聞いていません。きっと幻、邪眼でも使われてる。いや確かに見たんだって。この学園に来た後でも来る前でもないだとすると、じゃあその写真が撮られたのって3人とも生きててこっから出た後に撮ったんだべ。それはないわ。だってね、目の前でしっかり確認したはず。うん、そうね。おお、はい。幻でも何でもなく間違いなく現実だった。みんな間違いなく死んでいた、生きていたなんてありえないほどに。だったらなおさらあの写真はいつ撮られたものなんだ。モノクマが捏造した、それ以外考えられない。捏造、やっぱりそうだよな。忘れんべ、モノクマのいたずらなんか気にしてもしゃあないって。その通りですわ。それにそれ以外にも気になることがあります。そちらも確認しなければならない。ん？気になること。気になることって？実は。朝比奈さんの件。まあそうね。腹痛で体調不良というのは嘘ですね。本当は何があったんですか？さあ、教えてくれ。個人差はあれど、人は嘘をつく際、何らかの特徴的な仕草を見せるもの。隠そうとしても隠しきれるものではありません。よろしいですか？おー、さすがセレスだね。ポーカーとか強いでしょ、絶対。あ、嘘。あ、今あなたは確認しましたよね。ということはやはり、ずるいよ。嘘をつくならもっと徹底的にやってほしいものですわね。朝日奈よ、正直に言ってくれ。腹痛というのは嘘だったのか。さあ何を語る。そうか、なぜ嘘なの。何かやましいことでもあるんだろう。そんなんないよ。でも理由はある。理由、本当は腹痛なんかじゃないんだ。本当のこと言っても信じてもらえない。さあ本当のことって、見ちゃった幽霊。あの幽霊のこと、ね、他に何があんの。幽霊なんて、でもそんな、やっぱり信じてくれない。そういうわけじゃないんだけど。朝日奈よ、我は信じよう。ほう、
だから詳しく話してくれないか。さくらちゃんがそう言うなら、分かった話せよ。あのさ、昨日の夜のこと。寝つけなくて今までのこといろいろ考えたら急に怖くなっちゃった。気分転換にドーナツでも食べようと思って。朝日奈よ。でも。で？部屋を出た直後に変な音が聞こえて、それは風呂場の方から聞こえてたから、お風呂場行って半開きになってたロッカーの扉を開けたら、青白い光に包まれた人影がぼーっと。あの人影、確かに藤崎ちゃんだった。ほうほうほう、信じた？ありえねえって、幽霊なんて。大抵の場合がそうであるように、あなたの心理状態が見せた幻影でしょう。確かめに行けばいいだけ。時間の無駄ですわ。でも行くだけ行ってみない？何もなかったらそれで済む話なんだしさ。幽霊見に行くんか？大丈夫？呪われん？じゃあ待ってりゃいいじゃん。一人で。一人はもっと嫌だ。連れてって。どうするの、セレスさん。仕方ありませんわね。石丸。石丸ずーっと黙ってたもんね。待っているそうです。あのさ、ここの脱衣所で見た。なんかゾワゾワしてきた。エコエコ。頼むよ。さあ。朝日奈よ。どのあたりで見た？ロッカーの扉。これだな。このロッカー。パソコン？ねえ。見覚えがある。前に図書館で見つけた。かなり埃をかぶっている。電源を入れても起動しない。どうやら電源が入ってるみたい。壊れてたはずじゃなかった。直した。もしかすると、そんなことより朝比奈さんは青白い光がぼーっと浮かび上がったと言っていましたが、ディスプレイの光を幽霊と勘違いしたわけではありませんよね。あなたの目は不思議なのみで構成されているようですわね。僕がドジッコ属性だったら惚れているところです。だってロッカーの中にパソコンが置いてあるなんて思わないじゃん、普通。まあ見間違いぐらいであれにもあるべ。実は俺も以前グレイ型宇宙人とオタマジャクシを見間違えてたな。何言ってんの？慰めてやったのにひでえぞ。俺が立ち直れなくなったらどうするんだべ。だけどなぜ脱衣所にパソコンがあるのか、誰かが隠したのかも。けどよ、の割には簡単に見つかってる。違うわ、私たちから隠したわけじゃない。ねえ。気づかないこの脱衣所と他の部屋との違いに。監視カメラがない。ああ、そうか。ここはさすがにないか。黒幕の目が届かない場所。そうね。ただの青い光じゃなく、藤崎さんだった。ねえ。あのノートパソコン、もう少し詳しく調べてみた方がいいと。で、スリープモードだけど電源が入っている。じゃあ、スリープモード解除してみましょう。はい。お、あ。複数のアイコンがずらりと。アルターエゴ。別人格という意味。創作の分野などで意図的に異なる人格を演出するために作られたものを指す場合が多い。ペンネームみたいなもの。大輝くん。ほう。はい。アルターエゴ。クリックして音を重ねると暗転し、モニターから聞こえ、ディスプレイいっぱいに藤崎くんの顔が映し出された。出たー、なみあみだぶつ、なみあみだぶつ。落ち着いて、幽霊なんかじゃない。じゃあこれって、対話してみればわかるはず。
ボット？ AI ボットみたいな。あなたは何者？おお、喋った。藤崎が残したのか。口調も音声もまるっきり藤崎千尋。やっぱり人工知能プログラムアルタエゴ、噂には聞いていたけど見るのは初めて。そうよ。あー、なるほど。サポートベクターマシンや強化学習を取り入れ、それを藤崎千尋の手でさらに発展させることで作り上げられた画期的な人工知能。サポートベクターマシン強化学習、機械の学習方法、そうに決まっている。ググレカスですこの言葉ゲームに出てくるんだ。この人工知能が成長を続ければ単なるサポート役どころか、いずれは本人に代わってあらゆる作業をこなすことも可能になると言われている、うん、アルタエゴですか。イーズえイー言えてみよう。記憶を得てそこから思考を重ね成長していく、そのプロセスはまさしく人間と一緒。そうやって育てた、人工知能は自分の分野と言うべき存在になるでしょう ね。物忘れも衰えることのない完璧なもう一つの人格、彼の作り出したプログラム、それがこのアルターエゴ。キリギリさんよく知ってるね、そんなことまで。よろしいですか。ともかく彼は図書室のノートパソコンを修理し、そこに自分のプログラムを構築したというわけですね。おお、なんででもそんなことしたんだろう。燃えますな。山田っちは二次元オンリーって設定だべ。立派な二次元じゃないですか。男だべ、つか人工知能だし、その程度はノープロです。その程度ね。もう少し彼と対話してみましょうか。どこまで知っている。大変なことになっちゃった。いきなりこんなことに巻き込まれちゃって。おお、このパソコンのハードディスクにあった膨大な量のファイルの解析、厳重なロックがびっくりするほどあって時間がかかっている。何か秘密があるはず、この学園の秘密。次の質問を淡々と打ち込んでいく。どれくらいでロック解除できる。もうちょっと時間がかかっちゃいそう。絶対なんとかするから任せてよ。なるほどね。膨大な時間を要する作業だからこそ、そこにアルタエゴを使った。ああ、なるほど。引き続き頼む。黒幕に気づかれないように気をつけて。いざって時の秘策も用意してる。ウェブカメラでそっちの様子が見た。ああ、なるほど。へえ。そうですわね。夜時間が心配。よろしいですか。夜は、個室完全防音。ああ、そうかそうか。でも交代しながら脱衣所に人が入ってったら黒幕に感づかれる危険性がある。だったらどうしよう。じゃあ私の部屋のドアを開けたままにしておく。おお。ゲイドよ。開けっぱって私を殺すチャンスかもね。私を殺せるかしら。おお、いや、めちゃくちゃこいつ強そうだな。強い口調でそう言い切った自分が死なないっていうキリギリさんの自信。戸上くんの言葉とも似ているけど、それとは確実に何かが違う。根本的に何かが違う。ああ。と、そんな試案を重ねていたところで、ノートパソコンの方から声が上がった。質問。あ、なるほど。もう死んだってのを分かってないのか、まだ。明確で簡潔で率直な検討を。大和田くんに殺された。やっぱりね。でも最初から分かっていた。この状況下で生き残れる可能性が極めて低いってことぐらい。だから覚悟はしていた。ああ。かわいそうになってきますな。もう一人の自分を失うなんてどんな気持ちなんだろう。
気持ちなんてありません。所詮ただのプログラムなのですから。ひどー。そうなのかな。行きましょうか。とりあえず今日はこれくらいにしておきましょう。うん、また後で来る。また来てね、約束だよ。明るい口調に戻っていた。うん、彼なりに僕らを気遣って。どうしたの、葉隠君。このパソコンネットワークに接続できないか。外に助けを求められると思ったんだけど無理でしょう。どうだろう。ここから持ち出してネットワークに接続できる場所は、いや、ないだろう。危険すぎる。黒幕にすぐ見つかってしまう。そりゃそうだな。まあ、遠回りな気がしますが仕方ありません。そうだな。しばらくアルタエゴの作業待ちということだな。じゃあまあ行くとしますか。また来るからね。本当だよ、約束するよ。ほらほら、山田も行くよ。そうですな。さあ、脱衣所を後にすることとなった。喜びの歓声を上げた。すごくない？なんだかんだで私ってお手柄じゃない？朝比奈の活躍により彼女のレベルが上がった。どうしたの？で、何がお手柄？モノクマ。なんだよ。お前らずいぶん上機嫌じゃ、なんかいいことでもあった？別なんでもない。内緒話、卑怯だぞ。独占取材を要求する。却下却下、超却下。大体あんたに関係ないでしょ。関係ってあの関係？どういう関係よ。いやらしい関係だって。あんたが先に言ったじゃん。久しぶりに大きなお風呂で鼻を伸ばそうと相談していただけですわ。ですが困ったことにお風呂は男女別に分かれていませんでしたので、どちらに入るかじゃんけんで決めることになった。朝比奈さんが勝ってそれで喜んでいたのですわ。そうそうそうなんだって。というわけだからさ、ほらほら、男子は食堂に入ってて、私はこれからゆっくりお風呂に入るんだから。しょうがないな、分かったべ。では女子の皆さん行くとしましょうか。いや、セレスさすがだわ。ああ、じゃんけんで負けた僕の一番風呂が、朝比奈こそ一番風呂ゲットすんべ。じゃあさあ、僕ら食堂に戻ろっか。ちょっと待った。おかしくない？それって絶対おかしいよね。何が？はは、覗きのチャンスじゃなくてこんな大チャンス逃そうっていうの？はそれは一理ある。だからおめえが二次元オンリーな設定っていうのどこ行ったんだって。素直に僕の言うことを聞いておいた方がいいと思うよ。こんなチャンスそうそうありませんと、男のロマンってやつですぞ。もう一人の自分に問いかけた。おとなしく食堂に帰るべきか、大浴場に忍び込むか、食堂に戻ろう。女子のみんなに悪いし。男のロマンはどうなんの？大体男のロマンってこういう覗きとかを呼ぶもんじゃないだろう。それはもっと冒険とか夢とかそういう。とにかく僕は覗きなんかしない。あ、そう、残念無念、この上ないよ。せっかくのサービスショットだったんだけどな。食堂へと戻っていった。後ろ髪を引かれる思いがあったことは内緒だ。うん。なんだか。あれ？あいつは？石丸は？普通に生身が好きなんじゃない？むむ、フィギュア制作の参考にしようと思ってただけです。そりゃねえべ。あいつらが聞いてたら間違いなくぶっ殺されるとこだべ。と、そうこうしてるうちに食堂の外からガヤガヤ。ああ、もう戻ってきた。はいや。いいですわね。久しぶりに大きなお風呂で羽を伸ばすのもやはり気持ちがいいものですわね。ええ。そうね。そうだな。本来であれば風呂上がりのプロテインコーヒーでも楽しみたいところだが、残念ですが、そんな時間はありませんよ。だと思ってたぞ。あれ？実は。あなたが何を仕掛けてくる、何か仕掛けてくる頃ではないかと。ほうほうほう。なんだかひどいひどい言われよ。みんな冷たいっす。せっかくプレゼント。モノクマファイル2とかじゃないの？体育館。体育館。どうやら。きっとまた始める気。例の動機か。ああ、そうそうそう。またやだよ、もう行きたくないよ。俺もすっかりトラウマだべ。大丈夫、私たちにはアルタエゴがある。きっと彼が手がかりを見つけてくれる。だから今は耐えましょう、何があっても。さあ。ああ、いたいたいた。すでに先客がいた。
お前らに待たせられるとはな。鈍器の使用が認められていたら迷わず撃っていたぞ。戸上くん早かったんだね。お前らが遅れたのは二足歩行を忘れたからか。いや、左足と右足と左を交互に出して進むんだぞ。あなたは相変わらずですわね。それに引き換え、あれ、ネクラに戻ってる。大きなくしゃみをしたと思ったら急に元に戻った。くしゃみしたら人格変わるってギリギリすぎる設定ですな。人のことをネクラネクラって。全員おみくじで大吉を引いた後、これなんて読むんだっけ。下敷きになってぐしゃりと死ねばいいんだわ。毒舌の時だけは下が回るんだね。ともかくこれで全員揃った。いや揃ってねえんだよ。じゃあ、いや揃ってなくね。あ、石丸いるじゃん。いたわ。何が始まる。お前ら全員集まったみたいだね。じゃあ早速始めようか。なんださっさと言え。次はどんな動機を用意してんだ。それ何をされようとも我らは屈せぬぞ。そうだよ、もう絶対に負けないんだから。そんなに構えなくていいって。今回は思考を変えてみた。ほう、暖かい太陽が必要だと思った次第です。そんなこんなで今回僕が用意したのは、はい、お願いします。これです。何金。100億。もし卒業生が出た場合のプレゼントにします。ああ、そういう感じ。物で釣ろうっていうことか。いやでもこれで釣られる人いる？金、動機、100億なんて桁が少なすぎ。あー、そうか、戸上はもう御曹司だからね。そう、動機としては定番中の定番、ミステリーでも現実でも、だけどさ、今さらお金のためなんかに仲間を殺したりしないよ。そうだな、人の命は金では買えるんだからな。つうか100億なんて額、リアルな話実感わかねえし。うんうん、お金、うん、そうね、殺しちゃったりなんかしない。お決まりの強がりはもういいよ。せいぜい清く正しい共同生活心がけるんだね。おい、大丈夫だよね。お金なんかのために仲間を殺す人なんていないよね。もう前回の教訓を忘れたのか。自分の基準と他人の基準は違うんだ。まあそうね、困ってる人がいるんじゃないか。私はギャンブルで10億以上稼いだ身です。生活には不自由していません。じゃあこいつは大丈夫だな。石丸？そうに決まってるわ。あ、山田は大丈夫だろ。何も分かってない。ああ、売れっ子同人作家様。うん。じゃあ、いや、石丸は？醜い。心配など無用。どちらにせよ起きることは、時はあっさり起きるものだ。石丸？石丸全く喋ってないけど怪しいな。朝日奈もやっぱ怪しいよね。石丸、あ、でも朝日奈さっき喋っとった。夜時間だね。はい、もうそんな時間なんだ。解散する前にもう一度言っておくけど、自分の部屋を開けておく。うん、ドアが開いてるからってむやみに私の部屋に近づかない方がいいわよ。間違って返り討ちにしてしまうかも。いやー、こいつはそうだね。まだ死なないだろ。とにかく今日のところは部屋に帰るんで。いいか、金のことなんか考えじゃねえぞ。分かったら解散だべ。でいいよね、石丸っち。お前が一番心配だぞ。だそうだべ。眠りについた。お金、そんなもののために殺人なんて起きるはずがない。心のどこかには不安が残されていた。ああそうだね、それを知ってしまっている。だけど今回こそは違う。うん、アルタエゴがある、希望がある。さあ大丈夫かな。赤ちゃんってずるい。ああ、はい、モノクマちゃんにしたいよ。世界にはちゃんが足りない。
はい。フライ話題もパッと明るくなるね。夢が広がりまクリスティーナ。夢が広がりまクリスティーナ。はい。はい、そうですか。お前ら、おはようございます。無事に朝になったんかな。まずは食堂に行かないと。じゃあ外に出て、お、とりあえず話してみようか。おはよう。今起きたか。少し早めに起きるのも悪くない。トレーニング、ああそんだけか。朝日奈も大丈夫か。おお、朝のトレーニングに行ってきたと。あれ、じゃあ娯楽室で遊ぼうか。ああ至って普通かな。お、朝が早いね。実にいい朝。いつもと変わらないっていうか、苗木殿にはわかるまい。この僕のストロベリーで満たされし、ではお先に失礼しますぞ。いつもより様子がおかしかった。さあ、大丈夫か？もしかすると、今日集まったのは昨日と同じ7人。トガミとフカワは仕方ないにしても、石丸が来てないと。根が真面目だけに一旦狂いが生じると厄介。なんとか立ち直ってくれるといいんだけどね、うん、それはそうと。キリギリさん、昨日の夜大丈夫でしたか、うん、何も問題なし。ノートパソコンにも異常がなかった。ただ、はっきり言っておく。とにかく勝手にアルタイ語を使うのは禁止。人が頻繁に脱衣所に出入りしていたら黒幕に感づかれてしまう恐れがある。わかりきったことじゃないですか。どうしてそんなことを。そう。どうしてかしらね。ねえ、山田くん。その通りですな。皆さん気をつけましょうね。はは、あれ、お前なんかしたな。いいからさっさと飯食うんかい。くっちゃべってる時間はないわい。鬼軍曹並みのせかし方だべ。なんかしたな。僕らは慌ただしく朝食を終えると、それぞれの自室へと戻っていった。じゃあ自由時間だな、こっから。はい。ってことで、今回はここまでにして、次回この続きからやっていきます。お疲れ様でした。さよなら。